じゃないんです。個人がどれくらい決めれるかというところを。なるほど。ウィナーズのウンパルンパです。よろしくお願いします。キョキョハロー YouTube 牧ひかです。よろしく。吉野隆です。お願いします。お願いします。牧です。お願いします。アニです。お願いします。メガテンの竹谷です。お願いします。ヨタンです。よろしくお願いします。よーし。デントカズキです。フレッシュ。フレッシュ。そしてなんと今回はですね、なんとですよ、我々だけじゃないんです。先ほどイン広島ともちらっと言ったんですけども、カンフェの選手が来るんじゃないの。お、言うな。めっちゃ今いい感じ溜めてたね。逆でこういうのが、ということで今ネタバレしちゃいましたけども、なんと今回 J リーグのアグレッチ広島コラボです。うわー、すごい。登場していただく前に大人にね、美女がちょっといるんですけど、ちょっと紹介いいですか。ウィナーズマネージャーの愛ちゃんです。そしてサンフレッチェ広島美女サポーターの美咲ちゃんです。ぜひともよろしくお願いいたします。ではサンフレッチェ広島の選手に登場していただきます。うわー、すごい、本物や、本物。サンフレッチェ広島の三沢誠です。今日はフォロワーを増やせるように頑張ります。応援よろしくお願いします。サンフレッチェ広島の奈良亮です。自分もフォロワーを増やせるように頑張ります。サンフレッチェ広島の野津田学人です。めっちゃ似てる。頑張ろうな今日は。ちなみになんですけど、お二方は我々のウィナーズのことは知られてはいるんですか。そうですね、試合とかも見てるんで。あ、マジっすか。嬉しい。津田くんとかはね、多分なんかつながりとかは、もともとだからお二人は被ってないんですけど、田口ユースの後輩で。高くんのイメージはどうですかね。教育実習生です。そうだよ。だから先生で、あ、保健体育ですよ。すごい、すごい。マコが生徒で、僕らからするとね、試合中いつも発狂されてるんで、怖いイメージあるんですけど、マコさんそういった一面も教育免許持ってますから。いや、生徒泣くっすよ、多分。優しかったね。ということで今回は特別にサンフレッチェ広島の現役選手とコラボさせていただくということで、イングランド式シュート対決をやっていこうじゃないかということで。ルールなんですけれども、ジャイさんね、あのお一人ということもありまして、今回はですね、一人6球で、戦っていきたいと思います。そして、シュートまでは2タッチ、ペナルティーエリアの中に入ってしまったらアウトです。今回これすごく大事なポイントなんですけど、ウィナーズ対サンフレッチェ広島という対決ではないです。えぇ、ー、自分か、みんなの中で6球中何球多いか、何球決めれるか、そういうことです。だからまああくまでそういうところ、個人がどれぐらい決めれるかっていうところがキーマンになってくるんで、よろしくお願いします。マキ君どうですかね。まあそうですね、今日なんであの他のメンバーってどっか行ってるんですか。ウィナーズは一応18人ぐらいいるんです。副、キャプテンのペイゴとかおらんくなってるし。キャプテン、キャプテン、あ、キャプテンでした。あ、全然話聞いてない。おい、今振られてたよ。おい、今振られてるから、声が垂れてる、聞こえないよ。こっち向いて喋ってよ。後ろ向いて喋れ。ケータリング食べていいですか。あ、ごめんなさい。ということでね、じゃあ歩夢くんね、どうですか、やっぱりいつもね、今日ね、プロ、今日実際やっぱプロと全員とってことなんで、1勝じゃない。おお、なるほど。ヒカくんどうですか。保険とかじゃなくて、はい、イングランド式シュート初めてなんですよ。別に保険とかじゃなくて、企画でもやったことなくて、はいはい、なんで初めてですよ僕。そんなんで、コメント欄のコメントツイッターじゃ変わりません。じゃあラストちょっと、逆にやってました。今日そうですね、あの、はい、イングランドシュートですよね。そうや、ずっと言うてるよ。ずっと言うてるよ。頑張ります。はい、サンフレッチェ広島の三沢選手、プロサッカー選手として非常に決めるように
チームで頑張ります。おめでとう。まあ、ミランさんに負けるわけにはいかないんで、自分も苦労の様子を見せれるように頑張ります。お願いします。早速イングランド式シュート対決をやっていきましょう。私的にはそれサンフレッチェさんも合わせてですよね。タカさんかな。さっきの話聞いてやっぱ後輩だっていう話だったんで、先輩の意地とそこをね結構気合い入ってると思うんで、タカさんに私は期待したいなと思います。タキちゃんは。私はですね、やっぱサンフレサポだしめっちゃ好きなんで、ミッタ選手でミッタ選手に期待してます。アシストとかゴールとか決められてるんで、ちょっと期待大なんで。カナダさんはそうですね、若いからやっぱアグレッシブだと思います。え、10代すごい、若19歳、2003年。そりゃ若いよ、一番若いです、この中で、すごいフレッシュなね、フレッシュも見せてくれるんじゃないかと期待したいですね。順番前から、まだ決まってないです、順番を決めたいです本当に。じゃあとりあえずサンフレの選手2人から蹴ってもらいましょうか。うん、いやいやダメですよ。なんでなんでなんで維持率が下がる。いや、あんまり言うなよ、あんまり言うの、一生維持率はこうなる。 YouTuber 演者があんま言わない。それ冗談なんですけど、まあ、やっぱりせっかくちょっとやっぱコラボさせていただくということで、まあ、やっぱ大取りに、はい、させていただきたいんで、うん、じゃあそうちゃんとじゃあ、はい、じゃんけんして、また勝った方からいきましょう。勝った方から、はい、勝った方からいきましょう。最初はグッじゃんけん、シーズン超はい、こうでしょう。よし、じゃあ、低い方からですね、はい、いややっぱチームですからね、ウィナーズって本当楽しみですね。あ、始まるぞ。あれ、あー、ボールボール、ボール拾い。あ、最後だ、乗ってください、最後だ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 、教えてください。誰がモアイズだ。あ、やばいやばい、言ってあげんの。言っていいってさっきお兄さん方に聞いたんで、お兄さん、やばいこと。後輩だから。あ、同い年です僕。ギリ、君たちはなんでわざわざスパイと書いてるんですか。知らん、いつでも変われるよ、いつでも変われるよ。バロテマウはガヤにスパイクいるんかい。ハッ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 。それではウィナーズ1人目のキッカーはマキヒカ選手です。よろしくお願いします。頑張れマキ、頑張れマキ君。はい、はい、パス悪い、パス悪い。緊張するエグい、うまい、うわぁえぇぇぇぇぇぇぇもう泣いた、もう泣いた、もう泣いた、もう泣いた。3球目もう泣いた。うわぁ、出た、出たなぁ、えぇー、いいボール、うわぁ、選手めちゃくちゃやりづらいだろうな、これ。ゼロね、ゼロ。めちゃくちゃ緊張するよ。これはね、いけない企画ですよ、これは。企画はキンゴリだ。それではウィナーズ2人目の挑戦者はタカくんです。お願いします。高木選手に勝てるんですか。高木が来るんですか。
挑戦者はあゆむくんです。お願いします。5人目の挑戦者は拓也くんです。ああ、お願いします。拓也くんうまいよ。さあ、シーサー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 、楽しそうだね。やばい。やばい。さあ残り3本。やばい。あープロレスプロレス。こっから。ごめんなさい。最後にやるやつやね、それ。わかります。リーダー決める。決める決める決める。やった。惜しすぎ。人の服をやらせて。ナイスキャッチ。服装が違うからね。はい、ということで拓也くん、6本中0本でした。お疲れ様です。ウィナーズはこれで最後ですかね。最後の挑戦者、翔ちゃん頑張ってくれ。翔ちゃんの挑戦です。お願いします。やばい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 。翔ちゃん、いけるか。
でしょうか。これはさ、仲間仲間で残り3本来るのめっちゃ嬉しそう。あと1本だよ。さあラスト、とりあえず1番取ろう。翔ちゃんは6本中1得点でした。緊張やばいですよね。さあちょっと今一通りウィナーズの、ね、挑戦が終わりましたけれども、実は選手これ今見ててちょっとどうですか。 今からですか、ね、まあやったことないんで分かんないですけど、まあそこに立ったら緊張するのかなと思うんですけど、半分以上は決めたいです。わーわー、うん、今現点で一番上は2点ですか。7以上は決めたいです。田中選手どうした。ちょっと今のところに、いやみんなトラップとか上手くてシュートがやっぱ入ってないんで、自分がトラップといいシュートを見せたいと思います。うわー、ちょっと喧嘩ってますよ。マキ君ちょっと怒っちゃうね。いやいや怒らないです怒らないです。そんな印象やめてください。ちょっと分けの分かんことやめてください。いや歩夢に似てるなとは思いました。言ってることが振り方が田中選手から挑戦ということで、よっしゃー見たい。生で見れるのがすごい。それではサンフレッチェ広島田中選手の挑戦です。お願いします。それはえげえわ。本当ですよ。シュートの質はちょっとやばいですけど。タケヤ君パスですよ。うわうわ、え今ちょっと足元入ってたっすね。すごい待ってたのに。おいおいおい、やばい。あと1点でもう2点です。まだ残り4。うわ広島田中選手6本中3得点。すごい、歩夢とは違う。歩夢と同じこと言ってても違う結果が。ということで続きましては水田選手、最後大トリを。じゃあ最後の挑戦はサンフレッチェ広島三田選手です。よろしくお願いします。じゃあ行こう。喜んでくれ、もっとうますぎ、好きナイスタッチ。うわーよ、シュートがあれ当たったすげえ。パンチが違うな。うわーナイス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 
まだ1点ですから。ちょっと圧倒されすぎて、うん、確かにシュートはやばいっすけど、シュート早いですが、さあ残り2本で今1ですね。緊張してる、緊張過去1だよ。ありがとう。ラスト1球です。三浦選手は6本中1得点でした。お疲れ様です。次は全然違う、いやもうレベチですね。全然違かったぞ。それでは結果発表いたします。でも結果発表というかね、ちょっとあの確認というか、あの今から何本の人みたいな感じで何それ。いやそう言われてるからさ。あんまりそうでしょないけどさ。じゃあまずゼロ本だった人。早っ。ゼロです。ゼロ本じゃあ、たくやくんとかっくん。おめでとうございます。続いて、一本の人。お、お、二人か。そうちゃんと水田選手がございます。みんな残ってるよ。確かに。さあ、二本の人。二本か。あ、二本。二本の人は、あゆむくんとたかくんとまきくんということで、はい、お疲れ様です。まさかね、これ以上いるということですよね。おらんよ、おらん、まあ、一応聞いておきますね。一応3本の方。うわー、うわー、ということで、優勝者は田中選手です。すごい、さすが、おめでとうございます。じゃあちょっと、まず三浦選手どうでしたか。普段こんなにカメラを前にすることがないので、今回は緊張しました。なるほど。じゃあもう、さすがに試合よりかは多分、だあんだけのやっぱり観客の前でやられてると思うんですけど、ちょっと別のあれ、種類がまた別ですね。はい、そしてですね、e フットボールのゲームからのお知らせなんですけれども、今リアルのサッカーやってますけれども、リアルサッカーだけでなく、e フットボールのゲームの J リーグ、EJ リーグというものも開催されます。で、J リーグのクラブ対抗の e スポーツ大会で、なんと賞金総額が2000万円、というビッグイベントになっております。その大会の中でですね、ゴール争奪戦というクラブごとにゴール数を競うラウンドがありまして、 e フットボールユーザーである皆さん、そしてクラブサポーターの皆さんのワンゴールが自分の好きなクラブのゴール争奪戦のランキングにつながるということになります。なので三田選手、田中選手もぜひ、皆さんもね、サンフレッチェ広島を使って、ゴールを決めまくってほしいということになります。カナダ選手、優勝しましたね。いや、自分もめちゃくちゃ緊張したんですけど、はい、まあ、意地を見せることができて良かったです。あー、みたちゃん、どうでした。はい、こんなに近くで見ることないので、すごい貴重な経験させていただいてありがとうございます。とんでもないです。はい、ありがとうございます。一応見えるよね。超見えないよ。それはちょっとリスクになってください。すいません。どうでした、やってみて。初挑戦だったカッコーとして、どうどうどう。一緒やらないっす。やったやった。ご得点のまま一緒やらない。俺でした。高くない。いやー、そうですね、やっぱり三田選手、田中選手はもうシュートスピードがもう圧倒的に違かったんで、ちょっと火入りましたね。今回ちょっと再挑戦かなんかやりたいです。なるほど。ラストどうでした、最後。はい、まあそうですね、まあシュートスピード、まあ速かったんで、多分5分でした。とんでもない。この後尿検査します。ということで、第2回ウィナーズイングランド式シュート対決サンフレッチェ広島コラボ、優勝者は田中選手でした。はい、失礼しますね。
そしてこれからもですね、e フットボールチャンネルウィナーズの活躍を応援よろしくお願いします。そして、J リーグサンフレッチェ広島の応援も皆様ぜひよろしくお願いします。共に一緒にサッカー界を盛り上げていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。